はい、こんばんは。前回紹介したこちらの花壇型レイアウトの水槽、こちらの照明を今回変更しました。約1400円で作るバックライトパネルということでご紹介します。こんばんは、ビバです。順番がめちゃめちゃだ。こちらがそのバックライトパネル、どうでしょうね。後ろから照らされてシルエットが浮かび上がる、ちょっと幻想的な感じもする。魚がね、こうシルエットで見えていい感じですよね。こちらが色が白色、それと電球色、もうオレンジ色の料理が綺麗に見えるやつ、それと中古色、一番白いやつですね。こんな風に色を変えることもできて、しかも無段階で明るさを調節することができます。さらにこの状態で先ほどの3色変更も可能。これとか雰囲気ありません？夕焼けみたいですよね。いいですね。これを約1400円で作っちゃおうっていうのが今回の動画です。それではどうぞ。じゃあ早速見ていきましょう。分かる人はすぐ分かっちゃうと思うんですけど、水槽の裏にライトを仕込んでいます。当たり前か、光ってるんだもんね。こういうライトがアマゾンに売ってるんですよ。まあ、見ての通り細い蛍光管みたいなやつなんですけど、まあ今時らしく LED ライトですね。これを使っています。こちら見ての通りとってもコンパクトなんですが、長さが33センチぐらいで、幅とか高さが、まあ、2センチ未満ですね。重さが 42g ということで LED らしくとても軽量。明るさについてはスペックの表記なかったんですけど、500から800ルーメンの間ぐらい。同じような商品はアマゾンにいっぱい売ってるんですけど、冒頭で紹介した通りこちらの商品は3段階の調光機能と無段階調節、これができるのが最大の特徴ですね。もっと安い商品もあるんですけど、調光機能とか調節機能が省かれている商品が多いです。ライトの設置はマグネット方式になっています。この付属する鉄板みたいなやつに両面テープがついていて、これを好きな場所にペタッと貼り付けます。ペタッと。で、このライトの足、これがマグネットになってます。はい、簡単。結構ね、強力なマグネット。電源は USB です。なので USB ポートにぶっ刺すか、こういったアダプター、何でもいいです。携帯のスマホの充電用のアダプターとかでもいいと思います。100均とかにもなんか売ってますよね、変換プラグみたいな。もう一回つけてみましょう。ちょっとカメラの調節機能で画面は暗くなっちゃうんですけど、ライトは結構明るいです。こんな感じ。この同じ商品の Amazon リンクを動画概要欄に貼っておきますので、もし興味ある方はそちらからチェックしてみてください。もう一個大切なのがこちらのバックパネル、バックボード、何を使うかなんですが、これも皆さん見て想像つく通り100均で買いました。ダイソーで売ってるなんたかボードっていう、厚さ5ミリぐらいの発泡スチロールの板みたいなやつです。サイズが80何センチ ×40 くらいだったので、60センチ規格水槽のバックパネルとして使うにはもう十分すぎる大きさですね。1枚100円ですね。これ使うことで光がうっすら透過して、こんな感じでぼやーな、ぼかして光を透過できます。
ダイソーには PP ボードだっけ、なんか1ミリぐらいの厚さのプラスチックのスモークタイプの板も売ってるんですけど、あれだとちょっと光を通しすぎちゃうかもしれません。使ったことないですけど。作例というわけではないんですが、このバックライトパネルを使った映像をご紹介します。これは今電球色で一番強い光の状態で撮影をしています。水面に水草が映っているので分かる通り、水槽の下の方から水面を見上げるように撮影しています。なんか不思議な映像ですよね。このオレンジ色に包まれた水槽って珍しいんじゃないでしょうか。夕焼け空を泳ぐ魚みたいな感じで、ちょっとファンタジック。こちらは中光色で水草の間を撮影したものです。なんか林の中というか洞窟を覗くような、そんな感じ。ちょうどブラックモリが泳いでいきました。上に乗っけるライトと違って水槽の裏側から照らすので、なんか水草も逆光になってすごい雰囲気がありますね。真っ暗な部屋でバックライトパネルだけだとこんな感じです。水槽というと上から照明当てるのが普通ですが、後ろからしかも下側から当てるとこんな幻想的な感じになります。今順番に水槽の上部のライトをつけています。これも後ろの補助ライトがあるので、バックライトパネルの補助ライトがあるので、ちょっと変わった明かりライティングになると思います。下の方からじわーっと明るくなっているのがわかると思います。今色を順番に変えています。普段水槽の写真撮る人も、なんかちょっと変わった写真を撮りたいなっていう時は、こういったライトを使ってみるのも面白いかもしれないですね。ただ後ろにライトを置くだけなので、すごい簡単に作ることができます。もしよければチャレンジしてみてください。こんな感じのアクア関係の動画いろいろアップしてますので、もしよかったらチャンネル登録や高評価いただけると嬉しいです。それではご視聴ありがとうございました。バイバイ。はい、それでは編集後期やっていきたいと思います。なんか久しぶりにこういう工作系といってはあれですけど、 DIY 的なやつをやりましたね。このライトはもともとパソコンの上につけてて、作業するときに手元明るくなるようにつけてたんですけど、これを Amazon で追加で買いまして、それで晴れて水槽のバックライト行きとなりました。 ADA さんでバックライトのスクリーン、ライトスクリーン販売してるんですけど、まあ当然あれと同じっていうわけじゃないんですけど、後ろから光で照らすっていうので言えば、まあ、自分でも手軽に作れるんじゃないかなっていうのでやってみた次第です。安いからいいですよね。ライトが1250円ぐらい、それとダイソーで100円でパネルを買ってくる、それだけです。でこのライトなんですけど、本当 Amazon ではいろんな種類が売ってて、もちろんこれより安い商品とかもあります。1000円以下のやつとかもあるんですが、まあ値段に応じて機能が省かれてたりするので、もし同じのを買いたいっていう方は動画概要欄に Amazon の商品リンク貼ってありますので、そちらからお買い上げいただけると嬉しいです。あとダイソーのこれは今回白色のパネルを買いました。他にもいろんな色があったんですけど、光を通しやすいというと白なのかなと思って白を買いました。これもね、なんか自分でいろいろ青空にしたり、いろんな色塗ったりして楽しめるかもしれません。そこは DIY 魂でやってみてはいかがでしょうか。
それではまた。